両郷は五冠末の武将。出身は不明。三国志義士、河口園殿、助光殿、朝殿、帝魂殿、植士、馬朝殿に登場する。馬朝、関水の反乱に抗応した勢力。関中に拡挙した軍閥の一人。三国志馬朝殿中の天略に関中十部の一角として名前が挙がる。建安三年夏四月、る、断 蝶横らと共に、紅白城に立てこもる理閣を討伐し、これを破った。懸案十六年、同館の戦いにおいて、馬長らと曹操は退治した。曹操の命令を受けて、黄河を、補安強り溶かした女皇と主霊の不評、騎兵四千の別動隊が、陣地の設営を開始したので、両郷は五千の不評と騎兵を率いて、これを襲撃したが破れ、曹操の軍の渡かを許してしまった。 あとに、馬長らは、利関係にかかり敗北し、安定のようラが降伏した後も早々に反抗を、続けた。両郷の略奪に、諸懸はなすすべもなく、軍の役所に起留せざるを得ない状況であったが、左表翼である抵根は人民に恩愛を施す、ことにより支持を回復させ、俗の勢力を半ば自戒に追い込んでいった。両郷は残ったものを集めて、にこもった。 両郷は乱伝に駐屯していたが、懸安17年、曹操が長安に駐屯させた、過去縁らの討伐を受けて切られた。小説、三国支援儀では、関水配下の手下八部の一人として登場。馬長、関水の反乱に従い奮戦し活躍するが、後に曹操の利関係にかかった馬長が関水と仲互いを起こすと、関水や、 手した八部の生き残りの馬眼たちと共に、馬長の暗殺の防御を巡らす。しかし、これを知った馬長の襲撃に遭い、両郷は馬眼の次に刺し殺され果てた。太平五蘭に引く天略より、河光園伝によると、徐皇伝によるとと、河陽王、女皇、帝婚、長が従軍。ありがとうございます。